これ足マグロくんのシールちぎれてるでしょ。どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、武器に迷ったらとりあえずこれを使っていれば勝てるんじゃないかという武器を3種類ね、皆さんにご紹介していきたいと思います。とただですね、これは僕チャップの独断と偏見なので、少しでもね参考にしてもらえたらいいなっていう感じですね。じゃあ行きましょうか。一番最初はプライムシューター別注ですね。僕はプライムシューター別注が好きなんで今回これ選んできましたけれども、別にプライムシューター無印でもプライムシューターコラボ、どのプライムシューターでもいいと思います。でギア構成はインク系のギアで挑んでいきたいんですよね。メイン性のアップを積んで疑似二角を狙ってもいいんですけれども、それになったらねインク管理がね難しくなる。めちゃくちゃ強いんですよ。めっちゃ強いけどインク管理が難しくなるんで、それやったらまあこのギア構成で戦っていこうじゃないかっていう考え方でございます。さあショッツル鉱山でハッスル鉱山していきたいというわけなんですけれども、プライムはね遠距離はもちろん中距離も大丈夫やし、でまあ近づかれたらやっぱ不利になっちゃうんですけれども、まあ近づかれてもなんとか処理できることがあるというね、まあオールマイティな距離戦えるんではないかと個人的に思っておりますね。疑似二角にしたらもう近距離でもすごい元気になれるんちゃうかな。ほんでね、そんなにね言うほどめちゃくちゃ扱いが難しいっていう武器ではないのでね、練習がしやすいと思うんですよね。だから慣れるのが早いと思う。そこもね評価が高い点やと思いますよ。僕がねベルトコンベアで遊んでる間にみんな落ちていってるわ。味方の人神かよほんでねやっぱりねサブとかスペシャルを除いてねメイン自体が強いんですよね。それもねすごく僕はいいと思うわ。でこういう距離もこうやって、ね、倒しちゃうわけやな。素晴らしいナイスありがとうございますと、ね、疑似二角じゃなくてもやっぱいけるんですよ。インク管理さえしっかりして自分の距離で戦えればいける。ほんでこのボムとかも投げれるんですよ。あちょっとちょ遠いなーっていう時はこれボムとかをこうやってシュッて投げてあげるわけ。簡単な話でしょ。ほんでこうやってシュッシュッシュッってナイスありがとうございますと、こういうことやな、ナイスやなでそこもこうやって届いちゃいますからね。ほんで近距離、ほらほらほら敵の人がちょっとエイムずれたりしたらいけるでしょ。ほんまに今ナイスですやん。まあ敵の人エイムずれたら何の武器でも勝てるか。圧倒的事実に気づいていたしました。あちゃで噛んでますやん、ナイスだわーと。ほんでこの辺にナイスだよって投げとくわけよ。ほんでこうやってボムとかも投げとく、完璧でしょ。もうナイスしかないですやん。いやほんとプライムはねおすすめなんでぜひ使ってくださいね。無理にねほんと疑似二角する必要はないです。こういうとこもこういうとこもほら疑似なね噛んでもうたけど疑似二角しなくても3発パパパンって結構早い段階で当たって倒せるんで、そんなにね疑似二角にこだわらんでいいっていうのがね最近ね僕気づいてまいりましたよ。疑似二角もねやっぱインク管理ができる人が使ったらねめちゃくちゃ強いんですけどね、やっぱ難しいですやん。僕エイムのねエイムもおじいちゃん、インク管理もおじいちゃん、もう全部おじいちゃんやからさ、もうやばいんですってそんな僕にはこうやってコンペイトボムもいっぱい投げれてメインもたくさん打てるというねインク管理をしっかりしたギアがねすごくいいと思う。ほらほら自分の距離で戦ってたらなおさら無敵、無理に近距離に持っていかんでも自分の距離でこうやって自分の距離でこれ届く届くやん、チャージャー射程のびっくりしましたよね。今予想以上に長くて、予想以上に長いじゃんって思ってしまいましたけども、ナイス玉が溜まるという寸断でございますので、シュッて投げとくわけ。これキル取れるわけですね素晴らしいでしょ。で竹の人もこれ届きますから、これでシュ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 、はいシュ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 とこれ2人で協力していきましょう。で無理やったらコンペイトボム投げると。でもインク管理のギアをいっぱいつけてきてるんでインクが切れません。なんで素晴らしいんでしょうかね、これ素晴らしいでしょ。はいナイス、自分にナイス、ほらすぐ溶けるんですよこうやって、ほらほらほら強いですやん。ほらねプライムやばいっしょ本当おすすめですよ。僕は満開もってめちゃくちゃ噛んでますけども、桜満開になったんかみたいな噛み方しましたけれどもね、あれなんですよ、さっきも言うたけどさ、別注のナイス玉が気に入ってます。そして勝てました、ありがとうございますと。分かってもらえたでしょ。プライムシューターねほんま強いんですって。サブスペシャル抜きにしてねメインが強いんですよ。味方が強い
はい、お次はデュアルスイーパーカスタムとさっきと同じギア構成でね、頑張っていきたいと思います。さあ、またまたハッスル鉱山ですね。デュアルスイーパーはまあさっきのプライムと一緒で遠距離大丈夫、そして近距離に持ち込まれたとしてもこのスライドがあるんでね、近距離から中距離に帰れたりとね、もう多彩な攻撃ができる、もうそれだけで素晴らしいやん。とりあえず僕もジブリナイスしておきますね。でもね、こうスライドした後のエイムが合わせるの難しいっていう、それは分かりますよ。でもそれ、これもね、無理にねやらんでいいんですよ。こうやって普通にこうカニ歩きで、このカニ歩きでほらカニ歩きだけでいいですからでこの雨降らしがね、また毒のように強いんですよね。素晴らしいでしょ。でチャージの人エイムをこうやって避けれるんで、こうやってシューってやったらいいんです。シューってシュ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 っと、こういうことあの敵今めちゃくちゃね、ソイチューバーの人がね優位になってたじゃないですか。着地してさ、もうやばかった。僕そういうちょっと後出しっぽくなったらさ、スライドでなんとか粘ったらいいと思うんですけれども、それ以外はもうこの太刀打ちだけでいいですよ。無理にスライドしちゃんでもいいんですよ。スライドするって言うとやっぱ難しいでしょ。分かる、僕そのスライドのエイムの難しさ分かんねえだからもうこのカニさん歩きのね、カニさんマークの引っ越しセンターではないですけども、このカニさんマークの引っ越しセンターやなって言って、あのふざけといたら多分大丈夫や。こうやってカニさんマークのキャップセンターやなと。今のはもう右見てなかったから、もう立ち回りがもうジジイ中のジジイちゃんとやられた瞬間ちゃう、カモンちゃう、カモンカモンしたらあかんやん、そんなん。カモン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 ベイビー、来たらダメよ、言うときましょう。でこうやってぬりぬりぬりするだけ、簡単。基本はカニ歩き、基本はこのカニさん歩きでね、カニカニやんカニカニやんとか言って遊んどいたらいいですよ。カニ美味しいなとか言いながらほんで自分が不利になった時に、後出しになりそうになった時はこうやってスライド、今もちょっとヤバそうになったんで、そういう時はスライドを使うというわけですよ。スライドしてキルしやんでもいい、スライドしてこう回避に使うみたいなね、スライドをこう回避に使うみたいな、そういうこと。スライドしてエイムを合わせるんじゃなくて、スライドはもう逃げるよみたいなさ、そういう感じであの思っていただければいいんじゃないかな。あー今惜しい、あちょっとやられるなと思ったらこうやって後ろに下がる、簡単な話、ナイスまあこんな感じですね、分かってくれたでしょ。だからやっぱり、あよなんかたまたま今のめちゃくちゃたまたまカニさん歩きしといたらいいよ。デュアルスイーパーはカニさん歩きで、インクのギアいっぱい掴んでるから、掴んでるじゃないわ、積んでるから、こんだけボム投げて、こんだけメイン打ったとしてもですね、ほらほらインクがおじいちゃんに全然ならないという素晴らしい構成になっておるわけなんですよ。これは大丈夫か。おちょ、なんかお風呂おるやん、お風呂、お風呂、お風呂おるやん、おーお風呂、おー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 おお風邪ましてね、素晴らしい、スライドがいい感じに決まりました。ほんでね、雨降らしも結構たまるでしょ、それがいいんや。まだたまらんのよ。ほんでシュッてボム投げとくわけ、ほんで敵が来るわけ、来てないわけパンパンしていきましょう。あ、これもあれやな、デュアルもメイン性能を積んだら疑似難覚シリーズになるんやけども、別につまんでいけるでしょ、ほら無理につまんでもいける、まあ積んだら強いんですよ、でもつまんでも自由に戦えるから、なんか疑似難覚疑似難覚ってね、 無駄にね、あの考えてね、これ適当にやっといたらいいんですよ。ほらめっちゃ強いでしょこの武器も強いんですよ。これもね、あのプライムシューターベッチュの時と一緒でスペシャルがいいんですよ。さっきはナイスダマやったけど、今回この雨降らし、雨降らしが毒のようにね、チャップだよ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 って上から襲ってくるんですよ。噛んだけど、それ悪夢でしょ。さあラストは黒ガロンとこのギア構成で強いところを見せていきましょう。最後はハッスル鉱山じゃなくてマンタマリア5で黒ガロン使っていきましょう。黒ガロン射程めっちゃ長いっしょ、射程めっちゃ長いし二角なんですよ。近距離中距離遠距離全部二角、それが素晴らしくいいと思いますね。ジブリナイスしときましょうか。まあでもこの3つの中やったら一番使うのが難しい可能性があるけれども、いやでもデュアルの方が難しいかな。でもデュアルカニさん歩きしてたら問題ないですもんね。まあようわからんけど、まあとりあえずね、これもあれ余裕よ、皆さんほんま練習したら全然、てかもう練習いらんちゃうかっていうか、もうほんま軽くペペペペペってやったら大丈夫ですよ。3つともね、やっぱそんなめちゃくちゃ扱いが難しい武器じゃないんで安心してください、ほんま大丈夫、安心してください、チャップですよってできるから。あちょっと全然見えへんかった、おったんやあ、そっち入っていきましたね。でそっち入ったなと思ったら、この辺にちょっと様子見ながらこう疑似二角を狙っていくわけですよ。全然当たらんぞスプリンクラー設置しておきましょうか。やっぱりね、二角で倒せるっていうのがいいですよね。パンパンってほらほらパンパンってほら曲者でも今完璧でしょこう2発でパンパンって倒せるのがいいですよね。ただちょっと弾がブレやすいのとそれがあるけど、まあ大丈夫、もう全然大
材料もう草のある武器でないんでね、3つともね、もうちょっとペペペってペペペペペって斎藤さんだぞとか言ってふざけてね、噛むぐらいねふざけながら練習してたらね、でも普通に使えると思うわけなんですよ。んちょっと待って、こっちの辺パブロの人もう大丈夫パブロの人どっかおるんかなと思ってちょっと怖いんですけれども、でスプリンクラーも適当に置いとくと、でまたパンパンパンってしろっけ、ほんでジェットパックが来ててやばいなってことジェットパック倒しに行ってもいいんやけど、あ、これいけんちゃうか、はい、こういうことですね。これやん皆さん、これが味覚の力、カーボン早っ恐ろしかったですね。あ、それでね、言うところ忘れてたわ、全部ね、まあ言うたら遠距離武器じゃないですか。やっぱりね、遠距離武器を極めたらね、すごいいいと思うんですよ。近距離武器ね、めちゃくちゃ面白いんですよ。ただね、打開するときとかやっぱりね、大変なんでね、そこら辺をやっぱり考えたら、遠距離をペペペペペペって極めたら、ペペペペペってできて楽なんじゃないかなって思うわけ。あれ、この辺におらなかった？待って、カーボの人、イカ忍者ついてるからな、結構危ないんですよ。はい、ナイスですね。いいですよ、いいですよ。はい、皆さんいいです、皆さんいいです。まあ、遠距離からちまちましてですね。インクアーマー貯めといたらいいんですよ。ほら結構ね、どん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 ってね、ドンキーホーテかっていうぐらいインク出るの遅いけどね、スペシャルね、スペシャルちょっと積んだことでパパパンで溜まるでしょ。そこもねいい手やと思う。これ上乗ったんかな、そこおるもんな、そこおる、そこおる、そこおるぞ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 、そこそこおんねんけど、そこに、え、待て、おんねんがおんねん、どこ行った、あ、おんねんがおんねんがおらんぞ、どこ行った、おんねんおんねんや、どこ行った、おんねん、どこ行った、おんねんおんねん、インクアーマーつけてきましょうか、出せへんな、素晴らしいシュ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 とほら当たりますやん、当たんねんって、集中して当たる、集中したら、ここ集中して当たる、ここ集中したら、集中したら傘は無理硬すぎましたね、傘のガードはねちゃんとやられたして、今回の動画を締めくくりましょう。まあ3種類とも武器のね素晴らしさがねよく伝わったと思うんですよ。もう全部いいと思いますよ本当に。そんなにねめちゃくちゃ扱いにくい武器じゃないからさ、練習したらすぐ使えるようになると思う。勝てましてやん、珍しく全勝したやん珍しく3勝とも3つとも勝てましたよね。大体こうやって強いとか最強とか言うたらほとんど試合負けんのにね、え、強いんちゃうのってなりますもんねえ、チャップ最強言うてんのにすぐ負けてるやんみたいな、え、全然勝ててないやんみたいな、え、しかもめちゃくちゃ最強言うやんみたいな、チャップの引き出しに最強何個入ってんねんっていう感じで、こういう距離もこうやって倒しちゃうわけやん、うん、素晴らしい。ほんで近距離、ほらほらほら、肘にかくする必要はないです。こういうとこも、こういうとこほら、シュッて投げとくわけ、これキル取れるわけですね。ね、これ素晴らしいでしょ、すぐ溶けるんですよ、こうやってほらほらほら、このカニ歩きで、ほらカニ歩きだけでいいですから、シュッ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 と、こういうこと、こうやってカニさんマークのキャップセンターやなと、スライドをこう回避に使うみたいな、そういうこと分かってくれたでしょ。だからやっぱり、あ、いや、なんかたまたま、ほら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 、おおおおおおお、倒せるっていうのがいいですよね。パンパンってほらほら、パンパンってほら、局者でも今完璧でしょ、これいけんちゃうか、はい、こういうことですね。これが味覚の力、カーボン早っ、シュ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 ッとほら当たりますやん、ここ集中して当たる、ここ集中したら、集中したら傘は無理